猫ちゃん、猫ちゃん、猫ちゃん触れても何もしてくれない。え、そこに授けるんかい。死んでる。え、それにしてもお腹すいたな、サズケモノクエムジン。サズケ、あ、空気だよ絶対。サズケモンクエムジン。あれ、玄関の扉が開かない。なんで、鍵は開いてるのに。大衆。あ、アイテム領収。これで倒せる？よし。はい、FYZのファイターです。どうも。どうもエグです。はい、前回の続きからやっていきたいと思います。ってことでね。まあここしこう入るしかないんだよねじゃあ、うん。出れなかったからな。うん。え？え？くら。何も見えない。進んでる？進んでる？これ。わかんない。なんかね、携帯。え？猟銃？弾がない。使ったんだ。どうすんの？適当に歩いてれば多分なんかイベント起こるでしょ。何かしらね。ちょっと。暗いよ、暗いよ。え？暗いよ。ちょっと。あ、あった。え？え？どこここ。ん？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 ここ知ってる。エビコちゃんの家だ。なんで？でもなんでここに？エビコちゃんの部屋だ。エビコちゃんいる？いないみたい。セーブないの？行くしかねえか。調べるか。ああ、絶対していくパターンや、これ。行けれないやつだね。行けれないやん。行かれない。行かいちゃ。行けないでしょ。行けないか。出よ。へっ、やっぱりここも開かない。なんで？え？あっとセーブ。オッケー。やっと。あ、上なんかある。なんかあるね。届かないやつね。何かしら持ってくるやつね。この魂を土台にしてできないのかな。乗るのこいつに。多分すっぽ抜けんの、ここ開かないんだね。おっ、もうゴンザレスや。エビコちゃん、エビコちゃんじゃないの。おかしくない？開かないんでしょ。もう帰ってみる。エビコちゃんっつって今洗顔中。洗顔なのあれ。電話線が切られてる。開かない、開かない、開かない、開かない。いや、声声声声声。エビコの家もちょっと古い。黄ばんでるってなんないかな。あれ、ここ繋がってんの。おい。紅茶だ。腐った食べ物がいっぱいある。生ゴミ。これが噂の。ああ、IH クッキングヒーター。こいつ古い人間なんだ。え、なんもね。私の家はガスコンロやつ。え、どうすんの。じゃあまたね、多分新しいのが始まるから。今全部調べたから家の中。オッケーオッケー。上からで。あ、ここ入れたん。なんで入れたん。さっき入れなかったん。あ、びっくりした。左、イケメンや。どこがだよ。これ中学時代の写真だ。懐かしい。近所のゆうたくんだ。美男子で学校ではモテる方だった。ほら、かっこいいんじゃない。私だ。臭い。エビコちゃんだ。無事かな。茂みちょ、しげみちゃん。しげみ？え？俺しげみはね、あ、なんかすくって、しげみすくってにいたよね。これ話なんかちょっとつながってるかな。3年前に行方不明になって、それ以来会ってないだって。これ実はなんかちょっとつながってる感ある。だからで、ここなんもないの。ここでなんかフラグ立ったのかな。これでもこっちの人形が動いたりするのはないよね。もうそうだと思った。ちょっと2階の右行こう。いけないんだよね。なんか立つな、これで。なんか立った。一回逃げる、一回逃げてみる。立つと試みる。いやだ、右行けそうな気するんだけど、うん、もうそこ開かないもんな。俺もそう思ってたもん。開くない。開かないんでしょ、開かないんでしょ、開かないんでしょ、開かないんでしょ。鍵かかっとる。じゃあ一回セーブするか。一回まずセーブだね。
てめえやたら逃げられるって。取れねえのかなあれ。なんで取れないのあれ。IH クッキングヒーター持ってきてここに登ろうみたいな感じなんだよ。外れない熱いっつトイレだ。えあと何してんの。洗顔中とめちゃめちゃ来ない来ない来ない。あそこ洗顔中か。やっぱり2階さっきのなんかまだあるのかな。あるんじゃないかもしかして。うん、うわぁ何ふわぁって何動かせないのかな。何してんのこいつらは。押せない。押せない。叫んなよきなりみえかよ。うーん、赤ナソス。ここでなんかないの。はい、いたー、来た、ほら、来た、来るぞ、来るぞ、はい、行け、行けない、え、調べれない。うん、あ、じゃあ、もう何かしら、もうアクションがあるから、なんか来る、なんか来る、なんだよ、お前、何してんだわ、そこで、お前、今、激おこプソプソ丸だぞ、何それ、おかん、ごめん、いいよ、もう、で、こいつがそこに来た頃ってことは、上だよ、上だよ、行けるんだよね、じゃあ。多分ね、右のやつは多分いなくなってるから。ほら、サトシだ、やっぱり今の。うわ、なんだよ、お前。誰かの視線を感じる。ちょっと待って、待って。孫の手来た、あの上にあるやつ取れるんだ、あれ。ちょっと待って、孫の手って俺、すくってにもあったぞ。来た。大丈夫だよね、これ。待って、視線を感じて、じゃああいつ移動してんじゃねえの。ありえる。ありえる。一回設定セーブしよう。超怖え、このゲーム。異常。あ、これが孫の手取るんだ。言ったじゃん。人の話聞けよ。焦って何も聞こえねえんだよ。上何かある。届くかな。届くだ。何近所だよ。鍵。はい。はい。行こう。何か起きる。来るぜ。ここか。違うな。ここか。ここ開かないんだな。じゃあ待って、あいつまだいるかな。ちょっと一回入ってみようぜ。いるわ。いるわな。いや。あれじゃない、鍵いちいち使わなきゃいけなかったよね。こんなのって。あー、そっか、開けた。そっちなんかあるわ。金槌。なんで金槌割るんじゃね、こいつ武器になる。ここなんなの。ただの脅かし。ちょっとセーブしこう。セーブしこうじゃね。セーブしこう。はいはい、ふいふいふい。ここで金槌を使う。うん、上の部屋がやっぱりここで金槌を使う。叩き割ってうんこを出することができなくなったとかなんないかな。このさ、紅茶割るんじゃない。紅茶割ってどうなんだよ。紅茶からおパッピー。これが噂の金槌。なんもなくね。うん、電話をぶったたいたとか。あ、やってみる。絶対なんねえから。何事にもさ、全部調べとかなきゃ。そうだけど、武器になるってじゃ何。どっかに敵が現れるってこと。あ、わかった。何、この銀色の酒って書いてるやつ。これ絶対割れるから。ちげえよ、その左。え、ボロい。叩き割ったの。お父さん目が、お母さん首が、私も。そうだよ、だいたいまず番号さの謎解きなんかなかったじゃん。そう、この酒ってやつ割れないかなんじゃ。割れない。お父さん目が、お母さん首が、私も。意味わかんない。開くんじゃない。開かない。セーブ行こう。ちょっと待って、お父さん目がっつってるから多分好きやだよね。首がって。じゃあ何、あの、多分お母さん好きやでバイトしてたんだけど多分首になったんだよね。私もってことは多分ね、あの親子で、うん、多分あれだよ、あの、なんだっけ、好きややってたんだけど多分どっちも使えなかったんだよ。ああ、そういうこと。
どこ行くの？何？おい。え？開いてる。開いた。おーい、マジかよ。セーブ行こう、マジで一回。うるせえな。はい、じゃあ行くぞ。ここだよね、ここ。開いてるよ。いるよね。お母さんじゃない。あ、あの。目が、そういうことか。うわー、キャー、何追ってくる、逃げなきゃ。うわ、セーブポイントなくなってる。早っ。あ、俺の足の方が早いね。え、詰まってやんの、詰まってやんの、どうした。いいか、どこ行く、足の、うん、バーカでいつ連れてくんだよ。あ、ほら、バーカだ、お前めんどくせー。一発逃げ切れたよね、明美。ごめん。いいよ。よし。あ、あの。あ、あの、はい。はい。うん。でーん。目がっつってんの、なんで追ってこれんだろうな。いけいけ。まあ、さっきのルートでいいんじゃない？うん、確かに。早っ。目がって言ってんのにね。でまたここで積むんでしょ、こいつ。で、その上のあそこ見に行っちゃえばいいじゃん。え、そしたら積むじゃん。わかんない、来れるかわかんないじゃん。一回やってみよう。来たじゃん、ほら。えぇ、積んだ、積んだ。いや、こっからどうすんの。いいよ。あーち、エビコちゃんの傘こんな汚いんだ。フーラー、なに、フーラー。ほら、来いよ、来いよ、ほら。また来んのか？早えな、そっから来んの。やべえじゃん、これ超人技じゃん。これ、これさ、バカだな、こいつ。かくってる。これ来いよ。まだ来んの？またそこで積むんだよ、バカだわ。どうすりゃいいの？もう一回行く？え、ずっと、おぉ、普通に来やがった。え、だってさ、もう結構立ってるのに、ずっとかけてくる。上行ってみるよ。ダメだわ。やべえ！ここに逃げるとか？これは、それはないよな。もう一回やってみる？一回やるか。やべ。え、どうすんの？じゃあ一回わし行くよ。うん、やべ！お！合ってんかい。来たー。お、なんもなかった。よし、セーブだろ。で、どうすんの。まずここに取りに行こう。あるんだよね、うん、鍵きた。トイレの人だろ。隣のトイレでさ、あのうんこしてどうする。セーブしに来いよ一回。え、誰かいるの。え、その声はエビコちゃんのお母さん。え、どういうこと。え、あなたエビコの友達。私です、シモコです。あ、シモコちゃん、どうしてここに。なんと説明したらいいか。私も現状理解できなくて。そう、やっぱり何か不吉なことが起こってるのね。え、私気づいたらここに閉じ込められてたの。何か恐ろしい力が働いてるんだわ、きっと。私ここに来る前に怪物に押されて。そう、まさかこれは王が起こってるのかも。え、王って、いつも私大事がおつらいものを捧げている。何にしてもあなたが来てくれてよかったわ。しもこちゃん、ここ開けてくれない。はい、ここの鍵はどこにあるんですか。うん、うん、ティごめんなさい、覚えてないの。何とか探してみてくれる。はい。何今の、てだから一回バクったのやつね。なんかあるな。へえ。で、鍵を探すんだろ。で、こっからいつ現れるのか分かんないよね、あいつが。あのお母さん。で、どうすんだ。これはもう関係ないのかな。よーい、はい、ここだな。
やっぱりな。スーツが入ってる、スーツが入ってる。うわ、びっくりした。これ血？ここの壁から？金づち。おい。な、なんなの？何これ、気持ち悪い。作り物だよね。気持ち悪すぎだろこいつ。え、金づちで何もできないの？孫の手で書いてあげる。ダメだわ。一回出る？でセーブしに行く一回。ああセーブだな。なんかイベント起きそうだね。絶対起きるから。起きねえわ。いや、わかんないよ。で、あのお母さん一回話しかけに行く。一回行ってみるか。いやだな。え、話しかけるね。何してんだ、寝てんじゃねえか。はあ、怖え。あと何ができる。一番下の部屋って開かないんだけど。一番下の部屋開いたよ。ほら、ああ、でもなんかありそうだな。どこ行けばいいんだ。わーい、見てたよ。何今のでかい顔。汚い、やだ、臭い。どうすんの。2階の右の部屋。やっぱあそこは。ちょっと待って、一回ここ。あっ、嘘でしょ。行かなくてよくね。だよな。絶対行かなきゃいけないやつだろこれ。これ分かったかもよ。何、あの写真ある部屋に入ってここ逃げてくればいいんじゃない。じゃあ、あとあれなくなってるんじゃない。ああ、いいね。もしかしたらね。ええー、嘘やろ。びっくり、びっくり。ん、積みゲーじゃん。早すぎでしょ。スパッパッて。あれ、え、なんでいないの。あそこ行ってないんじゃない。奥、あ、行ったよな。行ったよ。あ、でかい顔見に行ってねえわ。ああ、あそこでもう一回セールだな。いないよね絶対。いないいない。あんなんさ、積みゲーじゃん。はい、何ビビってんだよ。でかい顔のくせに。絶対今進撃の巨人出てくるわ。出てくる、あれは。あのタイプの顔のやついたよね。いる。で、入ってみる。そっち入ってみる。あ、入っちゃう逆に。いねえ、いねえわ。早いな、くんの。ひょっ、おしょ、ひょっ。待って、これ無理じゃね。待って、これ無理じゃね。だからね、どうすんだろう。作り物だよね、とこに行く。一回行くか。行くな、行くな、そっち行くな。早っ。行かないで一回作り物とか行ってみよう。オッケー。こう行って、行かなくてもいいや。ああやってね。ちょー、積みゲーじゃん。だってあそこに隠れるとこあんじゃん。ここでしょ。え、この作り物の上、右上の。ああ、そういうことでしょ。金槌で言ったと壊れないんだよね。孫の手で書いてもね、笑わないんだよ。どうすんだろう。もう積んだくねんじゃね。早いんだよね、以上に。アジリティマラソンつけてんじゃん。それゴーストだろ。コールオブデューティーゴーストだろそれ。ちょっと待って、俺分かったかもしんない。あ、分かってない。どういうこと。とりあえず一回ここでやめるか。だなぁ、無理だろう。はい、ということで
パート2。ありがとうございました。ありがとうございました。